もスイングを取りました。そのスプリットで三振を奪いました。初回ランナーを出しましたが、見事4番の岡本、空振りの三振です。外バット回りました。もう2打席連続三振。ここは最後カットボールですかね。多分スプリットが引っ張ったようにも見えましたけど、カットですかね。カットですね。先制はドラゴンズ、そして1点を追いかけるジャイアンツ4番の岡本ですが、セカンド阿部が掴みました。ジャイアンツここで1点を挙げることはできませんでした。高橋宏斗を踏ん張っています。いいんじゃないですか、高橋さん。そういったこう、ボールを投げてきている。連続無失点と。